巨人阿部監督投手陣の走り込みを精神修行だと思っている可能性浮上。阿部監督に聞く、杉内投手コーチが若手投手を走り込ませている、球速を5キロ上げたいと、それを体験してきた人間が言うから間違いないと思う。そういうのでしか精神修行はできないから、それもあると思う。立浪よりまし。まあ体幹は鍛えられる。肺活量やスタミナや下半身の粘りが必要。宇津美も走り込む系だったから巨人のピッチャー大変やな。走り込み否定するつもりはないけど、5キロ上がるはさすがに嘘だろ。ちなみに巨人は筋トレもしまくってるから投手は地獄だと思う。今年はお前さん祭りだったんだから、つべこべ言わず練習しろ。立浪を倒すためやからな。球速アップには強靭何肉体が必須になる。杉内コーチはフォームではないフィジカルをやって技術がついてくると思っているから、コントロールもですねと、体を強くすることが最短距離だと強調、その先に技術、さらに制球力へとつながる。まさにノース筋ホークス出身者やん。球速も大事だけど、スピン量を上げるためのアプローチはしとるんか。走っただけじゃ変わらん。阿部がやらせてるならともかくコーチに丸投げしてるだけだから別にええんちゃう。投手のことは何もわからんやろし。下半身安定やら、バイクこいでも余韻やないか。ついでにメンタル強化もできれば嬉しいよねって話やろ。やばすぎやろ。ソースあんのかよ。捏造かと思ったわ。精神修行は草、野球で初めて聞いたワードだわ。なんか昔に精神修行するのに真剣の上を歩くのってなかった。これってガセネタかな。右打ち、バント、ダウンスイング、精神修行、ニュー、全部ソースがあるという恐怖。阿部すぎでしょ。精神修行何これ、怖いって。腹の方がマジでよかったわ。はあ、嫌な予感しかしない。もうめちゃくちゃにされそう。腹がせっかく若手育成して遺産たくさん残したのに、阿部が精神修行とか言って意味わからん。指導したら台無しやんけ。右打ちバントやらせたやつで有能なやつ見たことないから流して。年齢的にここまで昭和全開なの意味わからん。なんでこうなるんや。つい数年前まで現役やったはずやぞ。腹って名称だったんやなって。すごいな昭和衆が。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。